ハンスカール・フリードリヒ・アントングラーフ・フォン・ディービッチュ、ザ・バルカンスキーは、ドイツ出身のロシア帝国の元帥である。ディービッチュは、ベルリンの士官学校で教育を受けたが、フリードリヒ2世の副官だった彼の父たっての望みによって、彼は1801年にロシアへ渡った。ディービッチュは、第三次大仏大同盟に参加し、アウステルリッツや、 アイラウにフリートラントといった戦場を転戦した。そしてフリートラントの戦いを終えた後、彼は大座に昇進した。1807年にティルジットの和訳が締結された後、彼は第一戦を退き軍事学を研究しつつ、5年後に勃発した1812年ロシア戦役において、再び軍務に復帰した。彼はビトゲンシュタイン将軍の下でポロックの戦いに参加。 直後少々に昇進した。ロシア戦役の後半で、ヨルク・フォン・バルテンブルク率いるプロイセン軍に対抗するため、クラウゼビッツと共に、タウログゲン協定の交渉に参加し、1813年、ドイツ戦役の際による苦将軍の下で戦った。立戦の戦いの後、彼は、シレジアに赴き、ライヒエンバッハ条約の交渉に参加しつつ、 ドレスデンの戦いとライプツィヒの戦いを経て中将に昇進した。1814年に彼は連合軍によるパリ新軍を推し進め、そしてパリを攻略した後、彼はアレクサンドル一世によってその功績を称え、セイアレクサンドルネフスキー勲章を授与された。1815年に彼はウィーン会議に出席し、その後皇帝アレクサンドル一世の副官となり、 皇帝アレクサンドル一世とその皇太子ニコライ一世に彼は大きく影響力を与え、後にニコライ一世によって彼は男尺に昇尺され、後に伯尺となった。1820年に彼は参謀長に就任し、1825年に発生したデカブリストの反乱を鎮圧した。彼の最大の功績はロト戦争にあり、しばらく小競り合いがあった後、 アドリアノープルの戦いで、ロシア軍を指揮し、勝利に導いた。これにより、彼は元帥に任命され、バルカン半島においての功績から、ザバルカンスキーと呼ばれるようになった。1830年に彼はポーランドで発生した11月放棄を鎮圧するよう命令され、すぐさま軍を率いて当治に向かった。2月25日に発生した、グロコフの戦いの後、 5月26日にオストローカの戦いで勝利を得たが、その5秒に倒れ、1831年6月10日に、ブーツク近郊のクレシェボで死去した。ありがとうございます。